最高最高。新宿歌舞伎町ください。全然楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。もうそれだけでいい。もう結局なんだああだこうだ言ったけど人とかどうこうじゃなくて楽しければいいじゃん、うん、ニューヨークの2人ずいぶん酔ってるようです。間違いないんだから俺が言ってんだ。一体何があったんでしょうか。それでいいんだ。楽しかったっす。人も間違いない。ここでサンサーラ流したら大丈夫っすよ物語は5時間ほど前に遡ります。いやちょっと楽しみだな。俺初めてホストクラブ行くの楽しみだな。ふらふら歩いとる女性全員ホスト行く人に見える見えるな、うん、で全員そういう夜のお仕事してる人に見える、ね、ほらこれ24時間やってるのここあだすごいな。半端ないよね。やっぱ歌舞伎町っていうのはね。なんかこう老舗な感じ。行きましょう。あ、もう香水の匂いする。いい匂い。普通こういう雑居ビルのエレベーター変な匂いするのに、こういうさ、そのこういう雑居ビルのこういうさエレベーターちょっとドキドキするよね。もう開いたらもうお店がもうバーってあんのかな。いや、それはちゃうんちゃう。おおい、そうすごい綺麗綺麗。すいません。こんばんは。わー、すごー。出ました。伯爵です。いただきました。ありがとうございます。初めまして。ありがとうございます。テレビのザ・ノンフィクションで話題となった42歳の現役ホスト。番組を見たニューヨークがバカなふりをして声をかけニューラジオに出演してくれました。ありがとうございました。伯爵さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。その数週間後、伯爵は自身が勤めるここクラブロミオに2人を招待してくれたのです。これ伯爵ここはどれスペースなの。ここ一応 VIP フロアみたいな感じで、あんまうるさくない。ほんとだ。ちょっとここだけね区切られてる。すっげえ寒いな今じゃあ一回止めます。そうそうそう。だってあの席で確か伯爵が詰められた。で今水槽ちょっと濁ってて、水変えたばっかり濁ってて綺麗じゃねえな。すごい。すげえ。するとこんな人が。すいません、お笑い芸人のニューヨークで屋敷と申します。リアクションと申します。すいません、お邪魔いたします。お邪魔します。でかいっす。でかいっす。ナイトさんがあれですね、石橋貴明さんと同じなんです。貴明さん。で、トリさんっす。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。すげー、ありがとうございます。すいません、ナイトさん、ありがとうございます。すいません。さらにありがとうございます。あら、あら、あら、あ、シュン、シュンピーさん。わー、あら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 、挨拶、また全員、あら、夢の国やな。ノンフィクションでおなじみのホストにテンションが上がるニューヨーク。すると、あ、じゃあ行きましょう。いや、すげえ。すごい。別の席を用意していた伯爵、一体何が始まるんでしょうか。なんだと、ダブンテーブルのイケメンおしゃぶり高級ショパン、ロミオリジナルショパン、ブロックブスへいらっしゃ。それでは集客見て、せーの、ありがとうございます。それではダブンテーブル、ホストは終了。えぇ、来た来た来た。えぇ、何何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 何ようこそロミオへ。一緒に乾杯しましょう。お願いします。お願いします。ビーさん、ビーさん、ワンツーいい感じ、いい感じ、投資を込めた、いい感じ。サイド、はい、させて、はい、シャンパー、はい、オープン、はい、オープン、はい、チェック、はい、テスト、はい、オープン、はい、ウソ、はい、ウソ、はい、いい感じ。せーの、ゴヨンさんにトップ。ビーさん、はい、声です。そうなんよ。こんなに顔されて
って本当に、ね、修学旅行で絡まれた時みたいな感じじゃないの。いや全部全部飲み切ります。よいしょ、お疲れ様。いい感じ、いい感じ。やる気のコメント、いい感じ、いい感じ、いい感じ。本当はどうでも、いい感じ。熱い役にいます。ちょうだい、もっと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 もっとちょうだい。ラーラーサイサイサイ。じゃあグラスを片手にいきますか。乾杯。よいしょ。ガムシーターだ。行きましょう、参りましょう。ゲット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 、参りましょう。ゲットゲットゲット、行くよ。どうさ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 、次はみんなに行ってみよう。飲み足りない、おい飲み足りない、飲み足りない、おい飲み足りない。ビーバーショパン、ビーバーショパン、パーバッパン、はいはい、パーバッパン、はいはい、ビーバーショパン、ビーバーショパン、パーバッパン、はいはい、だってさっきね、シャンパンコール体験させていただいて、はいはいはい、いやすごかった、すごかったじゃん。なんかすごかったな、生で見てテンション上がるやつやろな、はいはいはい、こんなに迫力あるんやっていう。これは見ていただかないとと思う。劇団四季見た時と同じぐらい。おお、そんなレベルか。皆さんが集まってきてうわーってやってくるあの感じすごいわ。あれは金払ってまいりますね。そうですね、すごい。あれでまたさらにもう一本って言ってみんなもう一本入れてもらったり。いや嬉しいな。だからで今ちょっと改めましてですけどね、そうですよ、やっと改めた。おーすごいでしょこれ。皆さん知ってる人はたまらないでしょこの絵。オールスターズザ・ノーミクションオールスターズ、オールスターズ、サスケオールスターズとかあるけどザ・ノーミクションオールスターズ。いや俺これでもシュンピーさんに聞きたかったです。シュンピーさん、ナイツさん、正直あのノービクションで俺一番モテるようになった俊平さんと思うんですよ。そうなんですよ、ね、いやマジでかっこよすぎたじゃないですか、あの時の俊平さんの感じが。かっこよすぎたんです逆になるほどね、かっこよすぎたんです。あれに腹立つな。かっこよすぎてもう俊平さんもうボロボロにもう白石には負けてるんでやべえっすよ。あれ急に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 5万ないぐらい、5万ないぐらいね。いやいや昔でしょ。いや今はだからナンバー2になったんですよ。ありがとうございます。伯爵さんナンバー2。いいよ、いやいや、ごちそうさまです。ありがとうございます。やりますか、安楽性でいい。ごちそうさまです。あの今日がお給料日だったんですよね。そうですね。え、ほんまにあかん時はだいぶ低かった。いやもうほんまにだって10万もないぐらいですよ。え、マジっすか。いつも飲み行くと割り勘してる。それはね、ごちそうさまです。大先輩ごちそうさまです。確かにだって3、2ですもんね。3、2に、あ、僕、フォーになっちゃいます。あ、フォーか。え、ナイツさんやっぱその伯爵さんに復活してほしかったってことですか。あ、もうそれはもちろん。やっぱその昔のあれがあるからね。だからね、だから見てましたもん、こっち拝見させてもらって、やっぱお二人の関係性というか、でもだからこんな、いやもう12年なんだよ。いや、わかりますけど、俺もっとなんか、もっとこう、なんていうんだろう、無口で、シビアな感じ。ちゃんとこう支えてるみたいな、伯爵のこと誰よりも考えてるけど、陰ながらこう、でも経営者の一面もあるみたいな。いや、ただのなんかちょっとそれ以上言ったら俺はもしかしたら初めましての一個の腐れろっていうことで、初めましていきなり暴挙だったもんね。なんかね、はい、本当の同級生、地元の連れみたいな、なんか芸人のなんかいるんですよ、ツッコミで。俺のボケおもろいでしょツッコミの人のそれ本当こそ、こいつダメなんすよみたいな必死芸人の NHK おるんですよ。おかしいですね。本当に仲良しなんだなっていう。いや、確かにね、仲良いよね。長いんで、僕、もともと友達を作りたくない派だったんで。そうですね。寄ってくるんですよ。だから、ほんまノーミクション出てからですよ、伯爵さんがこの受け入れるというか、いじられるとか、あ、でもいじられるは弱いとか全部見せるとか、はい、
そうですね、だってそれまでは本当にそれまでっていうかもう基本的に先輩ですもんね。だってそうですと今も昔も変わらず自分ですよ。でもそれ いつからこうラフな関係性になったんですか。ラフでも僕が伯爵をそのちょっとなあ勝也とか、はいはい、そういう風になるようになったのは、はい、やっぱ放送があってからです。うわーすげー。むしろそれまでは伯爵自身そのいじられるってことに対してやっぱり本当に嫌だった感じだったり、正直昔すごかったのにどんどん落ちてってるけど誰もいじられへんっていう一番良くない感じだったって、はい、あ良くない感じですよね、はい、いじってほしくなかった。でも前そうだったかもしれないですよね。いじられると似てるな。ちょっと芸人いやホルモンな芸人でもナイスさんはだってそれこそね、はい、もうずっと経営者で出られてはないですもんね、はい、ホストさんとしては。あそうですそうです、ね、今もう経営側に完全に回って、はい、でたまにお店来て、まあ、僕のお客さんとか接客してくれるんですけど、これね、単純にお酒弱い子もいるじゃないですか。はい。それどう頑張るんですか、そういう。僕もともとお酒飲めなかったんですよ。全く現役でホストやってる時には、はい、お酒を一滴も飲まずにやってたんですけども、はい、中にもそういう子は結構います。お酒を飲むことはもちろん大事なことなんですけど、はい、お酒飲めないイコール売れないではないんで。お酒を飲むそうなんですよ。だから高級ボトルを入れてもらっちゃえばいいんで、でないとはコーラとか飲んで、うん、で、高級ブランデーとか入れてもらったりして、で、何百万とかですよね。はぁ、でも入れてもらったブランデー飲まないわけですよね。飲まないで置いてたりとか、飾りボトルと言われてる。そんなあれなんだ。いや、でもそれを…でも今の時代それ結構難しいんですよ。時代変わっちゃったんで。なるほど。それ納得させてライブホストの飲んでほしいですよね。飲んだり、あと楽しみたいっていう女の子が結構ね、一緒に飲みたいですよね。一緒に飲んでくれる。だから前、白泉さんが言ってた、そのオラオラ系がだいぶ少なくなってきて、こうフラットというか、どっちかというと女の子の方が強い。上とかね。女の子がホストを選べる時代になってきちゃってるんで、もう増えたんですよ。ライブ行ったら店舗が増えちゃって大変っすね。シャア行かないけど、シュンピーさんはなんか、はい、おいくつ。僕26になります。もう若いです。平成、平成5年。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 略すな、バカー。もうシね、今先輩だぞ、カーンじゃない。僕はこのくだりが好きで毎回やってるんですよ。でもこの年になるとこの業界だと結構もう経営の部分に携わるぐらいの年では。あのマジっすか。6? もう 6です。6だってそうっすよね。だってナイズさんが僕だけ逆にホストを始めるのは遅かった方。何歳くらいから。24で、僕、あ、でも、もともとはここで20歳の時にやったんですけど、その時すぐ3ヶ月で辞めちゃって、はあはあ、で、また出戻りで24に戻ってきて、で、去年グループナンバーでね。で、その20歳から24に戻るまではホストとか一切やらんかった。やらないで、自分で会社やってましたよ。建築の免許こんなにあるんですか。マジ現場系の、現場系の免許建築の会社やってたの。いや、すごい、こんぐらいあるの。僕、本当にこんぐらいある。本当にこんぐらいある。すごい、現場芸能。え、なんでホストもできるんだ。だって会社も経営されて、そんだけ資格というか取って。なんかこの僕オリンピックは僕もともと福島出身で、はい、福島の復興作業してたんですよ、うん、でその後にオリンピックの仕事があったんでこっちに出てきて、はい、でもこのオリンピックの仕事をずっとやってたらオリンピックの仕事なくなった瞬間建築の仕事がなくなっちゃって、はあはあはあ、今のこれずっとやってたら建築で終わっちゃうなと思って飲食業で。オリンピック始まると逆に飲食店が盛り上がってくるんで、なるほど、飲食店出したいな。お前の親父60歳で建築で独立してたな。もう全然ちゃう。親父ではエグい。親父ではエグい。違う、違う、自分も違うよ。こいつの親父、この間独立してたから60歳ぐらい。どうすんの、てめえんとこのババアよ。三重でよ、三重県のど田舎でお前60歳くらいでカラオケ屋開いてる。俺の顔は60歳でカラオケ屋開いてる。お前60歳出て建設業の社長になってる。どうすんだよ。でももう赤だしよ、もうオリンピック終わったら。どうすんの。あれ三重県カラオケストラック
初めてやった初めてやった21ですよね。こいつの間60歳で親会社と契約してギャラが安いっつって60歳で、こいつの男の母親は60歳で三重のクソ田舎で4部屋しかないけど300平米くらいあるから4部屋しかないけどアメリカみたいな。こっち側からしてみればどういう対応していいか分かんない。300平米4部屋だからドイツだ。ほんと今の一回呼びたいな。でもなんか俺らの親ロッケが伯爵のお父さんなんかあれですもんね。ただのおじいちゃんですもんね。ちょっとおじいちゃんですもんね。ごめんなさいね。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。山田ですよ。山田です。僕、富士吉だしっていう。ああ、だからちょっと待ってください。待ってください。大体もうこのくだり分かるんですよ。もうこのくだり、大体出身を聞いて、地元の話を聞いたら、全部何が来るかって言ったら、俺の元カノが住んでたっていう。山梨。富士吉だしは、バカヒロさんが来てくれた。ああ、今日は喧嘩やめてください。ちょっとこれは、これはちょっと、これはすごい。いやー、高井戸さんですわ。ありがとうございます。高井戸さん、かっこいいな、高井戸さんも。みんなかっこいいよな。僕チャンネル登録してるんですよ。そうっすよ、マジっすか。ありがとうございます。僕、あの企画好きだったんですよ。あの芸人さんが相席食堂行ったら、ああ、はい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 、あれ結構好きでした。今日行ってきましたよ、相席食堂。今日行ってきたんですよ。第2弾やってきた。あ、そうなんですか。見ます。ありがとうございます。見てましたよ、ここは。どう、大丈夫ですか。大丈夫っす。でもガチ喧嘩してたじゃないですか。でも、ハッピーさんに大体教えていただいたんですよ。なんとなく本当にぶっ飛ばしてやろうと思いました。興味なかったら、こう言ってこないんで。でも、ちゃんと言ってくれてるんだろうなっていうの。でも、結構3時間ぐらいあったんで。最初、回しなかったんですよ。そうなんですよ。急遽パッと起きて、ディレクターさんが OK、 アイフォン回しました。一番最初に経営出してきたの伯爵ですからね。そうよくないでしょ。俺も思ったんですよ。あの、すごい高井戸さんがあるんだ。ラジオ見たんですよ。もうちょっと伯爵に終わっていけばね、まあ、でも今頃手出しますよ。今手出しますよ。引っ張られてもあるからね。ラジオ見たんですよ。伯爵と、僕らが喋ったやつ、はいはい、出ていただいて、あれガチだったのみたいな、あったじゃないですか。あれガチだったら伯爵さん悪いよって言われて、そうシャーやっぱそうやみたいな。すみません、本当にガチなんですね。まあ日常茶飯事ですからね。マジっすか。はい、もう本当に。いや、あの時期じゃあんまり本人の前で言いたくないんですけど、本当に毎回結構言うじゃん、酔うとああいう感じなんで。ちょっと待ってください。本当に、酔うと酔うとでも確かに自分でもおっしゃってたんですよ。そうなんですよ、酔うと酔うとない。伯爵さんのすごいところはそれを自覚してるんですよ。常に抑えてる自分が次の日シラフで真顔で、いや伯爵っていう敬語で怒ってくるんで。確かにノンフィクションのそのシーンあんな敬語で怒ってくる。ちゃんと怒ってあげるじゃないですか。すげえよ。もうちょい言わせて殴るとこ取れますね。あの時はどういう感じだったんですか。でも高井さんもだって怒っちゃったじゃないですか。あそこは泣いていなかったんで。そうですよね。次の日どんな春季の家だったんで、まあでもまあ昨日まあ暑くなっちゃってねみたいな感じで。でもまあまあお互い言って、ああまあ言ってること。あのまま一緒に寝たんですか。あ、そのまま。なるほど。あのままあれこたつだったの。こたつ中学生ですよ。喧嘩して土手でそのまま出て起きてたから。あんだけ喧嘩して一緒のこたつでその日寝たんです。中学生。乾杯してじゃない。乾杯して。いや、いいっすね。気持ちいいっすね。でも、怖いわ。どうしても、若い子たちが多い仕事で、なんか女性共同の仕事なんで、その、つかみ合いとかっていうのはめったに起こんないんですけど、やっぱ言い合いだったり、それだけ熱いものをみんな持って、売れたいと思ってやってるんで、本気と本気がぶつかるって、結構そういうことって起こったりするんですよ。めっちゃちゃんと喋るじゃないですか。急に今なんて買ってくださいね。
物語はまだまだ続きます。